ヤバ大イとは、日本の平安時代から、室町時代にかけて流行した、予言史。中国、梁の予言者、宝塩与賞の作とされるが、偽書の可能性が高い。日本で作られたとされるが、中国で作られたとする説もある。現存する文献では、延暦九年中として、鎌倉時代に成立した、延暦寺五国縁儀に引用された一文が書室と、言われる。 引用された内容が事実ならば、奈良時代末期には作られていたことになる。また、平安時代には、日本初期読解の講義録である、日本騎士記式長本の問答集に言及がある。それによれば、日本を、騎士国とする説があるかという質問に対し、宝氏の予言に、東海騎士の国とあり、皇室は、女神のアマテラス大臣を始祖とし、また、女帝の神宮皇后がいるから、 日本を騎士の国と称したという回答が収録されている。平安時代末期に成立した合談章によれば、剣闘詩のキビ・マキビが、唐の元祖に越見した時、解読を命じられた。詩は、文が、バラバラに書かれていて、まともに読めないようになっていた。マキビが困り果てて、日本の神仏に祈ると、雲が落ちてきて、雲の張った跡を追うと、無事読むことができたという。 また、元尊の前半部分には、ヤバ大師に関する部分を書くが、同じく平安末成立の絵巻物である、日備大臣日東絵巻も、同じ事柄を描くものである。平安時代後期から、終末論の一種として、天皇は百代で終わるという、百王説が流布するようになった。鎌倉時代初期成立の次元の、愚刊賞には、一代となりて、 神武天皇の和と百王と聞こゆる。すでに残り少なく八十四代、にもなりにける中に方言の乱、いできて後のことも。また、四次が仏、語りとさるものを書き継ぎたる神なし。少々あるとかやうけたまはれども。いまだへ、三侍らず。とあり、百王説が、説得力を持っていたことがわかる。南北朝時代には、天皇が百代に達した。 1402年、足利義満は、傍上春人に、百王の短所を問うた。春人は、吉田金康に、百字とはただ周太の数のことで、百の字に、数の百という意味はないと教えてもらったという。古事記に、百王とあるのは確かに、県、厚氏の解釈で正しいのだが、今谷明は、行為三達を企んだ義満が、 八幡大師を念頭に質問したのではないかと推測している。江戸時代に入ると八幡大師のパロディが作られるようになった。幕末には、ナマズの一種である八幡大師裏返の黒船来航を読んだ八幡大の侍、南部半領で起こった日本史上最大規模の領民一揆である三、平一揆を読んだ南部一揆八幡大師などが作られている。八幡大師 ヘクレ大師などもある。これらは、ヤバ大師の伝承にのっとり、暗号形式で書かれていて、ある規則に従うと、まさしく読めるようになっていた。室町後期の写本江戸期の漢本東海士国百、世代天皇右下目保育公主立元公発沖春、法事修正祭粗宗本、江田修天上君神帝四十谷羽目玉子創業、生っ瀬は、 小屑ず五冠稼働中微子孫、マサ白流流出水緊急宿り古蒸気故障器、境内人食黒ネズミクエ五腸淡水流人工天命財産高百王流。筆血サルイヌ昌栄優生竜ヒヤ害証拠、建国中、聖窮とも赤土、防防いため空。東海にある騎士の国では百世にわたって天に、 代わり左右の進化が国政を補佐し最小が功績を、打ち立てた初めはよく放置の体制を整え後にはよく、祖先を祀った天使と進化は天地に、あまねく君心の秩序は、よく定まった他がうずもれて鬼人が逃げ惑いなますに、突然羽が生えて飛ぶ中頃に衰え、身分の低い者の子孫が栄え白流は水を失い、困り果て、 異民族の城に身を寄せた、黄色い鶏が人に代わって、物を食べ黒いネズミが、牛の蝶を喰らった王宮は衰退し、天命は参考に、移った百王の流れはついに尽きて猿や犬が英雄を、称した流星が、野外に飛び症や鼓が国中に響いた大地は、荒れ果て果てしない世界は無に返した、予言の例に漏れず、この詩も様々な解釈がされている。例えば、死の、 猿犬英雄を称すの下りは、原稿の後で、猿はむくり、犬は、バンという解釈がされた。室町時代には、鎌倉久保の足利氏光は、猿年生まれ、吉光は、犬年生まれだから、猿や犬とは二人のことであるという解釈がされた。応仁の乱の後、応仁紀は、乱で荒廃した、京都のありを、予言の常時として記録している。また、 大人気では、猿は、山名総運、犬は、細川勝元に否定している。やはり、それぞれ猿年、犬年生まれというのを根拠にしている。1875年に、キビ大臣シナタンと題した歌舞伎狂言が、河原の座にて上演される。これは、キビマキビの日東丹を題材とした演目で、雲が降りてくることで、矢場大師が解読される場面をクライマックスとしていた。 さらに、1931年には、山バダ解説なる書物が、真田鶴松という人物によって、幾香るル社から出版されている。その解釈は、国粹主義的な色彩を帯びており、末句では、坊々として、空となるのは、中国であって、日本は、緑したたる水保国にして、東洋放来島の請求として厳然と、繁栄している、という解釈で結びとしている。 また、小峰著書では、1949年に至っても、京都大学の高瀬武次郎の記号した、山田医師の掛け服を、藤田義雄という人物が見て記した序が存在した、ことが、報告されている。ここでは、聖宮赤土となるを青山が聖地されて飛行場となる様に否定しており、ぼ々として空師は、焦土となった国土そのものである、と述べ、 戦中戦後のようである、と記している。ありがとうございます。